さあここは霞のテリトリー、違うスティール、また距離を取ってしまらいから浮かして、まだあるぞ、ここがセッチ、ここでボクダーが食べてセッチ、さあ後がない大吹き、なんとか取りたいが裏からギアが刺さって、さあここで殿が勝てば優勝が決定、逆に天狗スチャイルズが勝てば代表者戦に持ち込むことができる、さあ両者の交流、シークレットと滝登りに要注目、いくねいくねの両者ともに観客の煽りを受けたか、前出しから勝利、滝登りさあ観客も大喜び、一気にテクスタイルでコンボ決めて点数を爆発させて、さあここでカードを無理やりこじ開けて、いい人はテクスタイルまで距離掘っていく、対するトモはなんとかここダメージ取りに行きたい、できるから B で超品、さあキリスト確認、さあここはホーミングを使ってダメージを持っていくが設置して、これは裏からヒット、ダメージ取って時間帯最大ダメ、あやてずきさだってさ、殿が一本取って後がなくなったテクスチャルだ、スイッチファン叩きつけて先生、ここはデミー落ち着いてコンボを決めていく、殿場面的な殿が勝っている、では無理をせていきたいところだが、あれが通って落ち着いて勝ってガードしている、革命神の術、さあ本人もええと言ってますが最大ダメ、これは解放するしかなかった、総裁を無理やり神取りに行ったか、わからないぞ、ビリと刺さって絶対あれから果たす優勝は優勝は宇和滝登り。さあ優勝チームにコメントいただきましょう、宣言通り、やり込みが勝てるということを証明できて嬉しいです。動物愛護の精神でやれば勝てると証明されました、はい、犬ギャラ最高、優勝チームに今一度大きな拍手をお願いします。